大型ローバー、カリドーに再び来たら、大型ローバーがなく、バギーで探してたんですが、マップ見ると、地下っぽいんだよね、これね。なぜか。で、おそらく、ここ普通に道があって、これさっき削っちゃったんだけど、この辺に止めたはずなんよ。多分ここ行き止まりにしてて、ここに止めてたと思うから、で、1バグが起きて、で、地下に行っちゃったので、結構下っぽいなのであれば、ちょっと救出に向かおうかなと思いますね。多分それも真下にあるんだろう。テーザーよ。あ、シェルター持ってきといてよかった。じゃあ、どうにか、あそこまで、あの下に大型ローバーあるんだとしたら、意外と深い。どうにかそこまでたどり着けさえすれば、ガンガン持っていくか。たどり着けさえすれば、こっちのもんなんで、小型バッテリーはいらんかな。まあ一応何があるかわからんから持っていっとくか。さっき拾ったからな。いや、どうなんだろう。こんなん頻繁に起きてたらきついぞ。デコボコになるよ、これ。あ、でもこれ、発電してるわけじゃないんだよな。テサーが届く限りは大丈夫なんだよな。じゃあ、まあちょっとマップを頼りに、斜め下方向に向かって掘っていこうかな。バッテリーか。やっぱり反応あるよね。まさにこの下なんだよな、多分。こんなとこに穴開けたくないけどね。ほんまに。しゃあなしか。この辺から斜めに掘るか。と、これくらいかな？こんくらいいけるかな？こんくらいいけるか。いやーもうこの、あれに慣れてる、もうローバー生活に慣れてるから。なんかあれだよね。あ、ちょ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 。で、この下に行きゃいいんだな。真下を掘ることになるとは。まだまだだろうな。なんかこれも下の方にあるな。いや、これで見つかったらでも割と感動だわ。毎回やらんといけんかったらだるいけどな。でも各惑星にローバーいるよな。あれ、ドリル。あ、3つけてるな。でも死ねねえ。死んでもどうなんだろう。今だったら、
問題ないのかな。お、ローバーが割といい高さか。あ、いや、もうちょい下か。動くたまにか。こんなん毎回ないで言うてやっとれんよな、マジ。いやー、お、何かしらかが、アストロニウムか。アストロニウムじゃないわ。あ、なんだっけ、アルミニウムのあれか。ラテライトか。結構、この、結構、あ、結構ここじゃないか？あ、結構ここじゃないか？これを向こうに向かっていけばいいかな？向こうに行ってみようか。真横に進みたい。酸素来てる。だいぶ近いはずなんだけどな。狭すぎて。だいぶこの辺だよね。一回下に降りすぎてみようか。下に行きすぎてみるか。終わった。あったー。やば。俺の QTRTG が。やっべ。突き刺さっとら。突き刺さっとら。やば。あいつらもう危ねえ。突き刺さっとったよ。やべやべ。お、すごい、やりましたね。やば。マップ見ててよかったー。死ねねえ、これ。無難に行こう。あ、死ねねえっていうか、もう別にここまで来てるから、死んでもすぐ戻っては来れるんか。やばかったー。初の一バグ。一バグの洗礼を受けた。下に洞窟があるときとかがやばいのかな。っていうことは、今後も下に落ちる可能性もあるってことか、これ。拠点の下の洞窟によ。まあでも同じ方法で見つければいいだけだね。一バグ恐ろしやみたいですね。下に穴があるとやばいかもしれないね。同じ方法で見つけていくしかないわ。
あ、まあ、でもあってよかった。QTRTG2 個使ってるからね、あれ。2個使ってるから。ていうか、2個使ってるけど、あれか、RTG 作ったら、中型のサイズなんだったら、1個つければいいだけって話か。そもそもが。いやー、やべえ、やべえ。1バグの洗礼を受けた。まあでも1回ちゃんと自分で見つけれたのはこう なんて言うんだろう、まあ月同じようなことが起きても多分大丈夫だなと思えるわな。あー、よかった。下に割と広大な空洞があったんだね。結構がっつり覚悟を決めてたから、めちゃめちゃテザー持ってきてたけど。あー、やばかったー。いやー、ちょっと待って。大丈夫か。無事か、俺のローバーよ。あー。あー、大丈夫だ。あ、よかった。いや、帰るまでが、帰るまでが遠足じゃな。帰るまでが大型ローバーの旅じゃな。ちょっと待って、これ狭いから、ちょっと真上に行っちゃうと、あれだからこの、よくわかんないところに出よう。拠点貫いちゃうから。また無駄に穴が一つ開いてしまう。あ、意外とどこだっけ？ん？ここは、いや、あの穴は知らない穴か。これは知らない穴だな、多分な。はぁ、やばかった。まあ、慣れてきたらさ、なんか、ああ、まあ、いつものことか、ぐらいになるんかもしんないけど、ちょっとだるくらいの感じかもしんないけどね。結構焦ったな。荷物置いて、アーカイブ分けてゲートウェイチャンバー起動しに行こっかな。あ、てかテサこんなに。テサ、あまあ、今は行こう、置いとこうか。もう見つかってよかったです。いや、焦ったね。てか、地図見てなかったら、割と諦めてたかもしんない。でも、まあ、いつ、あ、でもどうなんだろうな。普段地図見ないからな。地図じゃないけど、コンパスか。普段見ないから。いや、バギーが反応してんのかなって最初思ってさ。そう、確認してよかったよ。多分、あそこに止めたいよなって覚えもあったから、ないとなると、全く違うところに飛ばされてるか、下にあるかだよね。違うところにあるかなって一瞬思ったけど、なんか、わかんないけど、なんとなく、その、縦軸のさ、一バグだとして、ちょっと掘ったらもういけるくらいの感じなんかなって甘く見てたけど、そうじゃなかった。洞窟とかがあった場合に、そこがずれちゃって、そこに普通に転送されちゃうっぽいね。
でも同じとこに止めてれば次は、まあ、さらに仮想に穴があったら分かんないけど、まあ、道作っとけばさあれかもしれない。また同じバグが起きて同じようなバグり方なら問題ないと。やっぱあれだよね、なんか昔のバグだらけのゲームをやりながら育った人間はもうバグありきで考えるようになるから。昔のゲームとかもっとひどかったもんね。なんか理不尽な積み方をしようたからさ、なんか聖剣伝説2っていうゲームがあってさ、あれボスを倒したら普通なんかその画面が切り替わるんだけど、その画面が切り替わらないっていうバグがあって、ボス倒したのに一生そこから抜けられないんよ。でリセットするしかないっていうバグがあって、まあああいうのに比べたらもうボス倒しても倒してない、自分でリセットしないといけないんだから。ああいうのに比べたら全然いいよな。ちょっと土砂だけ入れとこうか。場所が違うだけなら。小型キャニスターもう一個置いとった方がいいのかな。じゃああるんか。でこれを自分用にすればいいのか。ああよかったよかった。じゃあちょっとこっちの惑星のゲートウェイチャンバーを3個あればいいかな。コンパウンドで作れるか。バット発電機一応予備持ってとこうか。でちょっとここで切り替えるわ。